出た目の末尾で実戦です。末尾6の台で実戦となります。はい、ごちそうさまです。勝った、借りてんじゃん。さあこれでいいですか。吉宗が打ちたいです。すごい優しく投げた。あ、う、え、お、おお、やった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 。読んでました。上手。投げ方。はい、ということで末尾四の吉宗を取りに行きましょう。上手だ。よし、ついに狙い台が打てます。って言って埋まってたらちょっと受けますけどね。よし、吉宗で行きます。 ありがとうございます。すいません、当たりますよ。あじゃあこれこれだな。はい、裏面のシールですね。当たります。あ、残念。ありがとうございます。すいません、塩昆布買って帰ります。変更完了です。はい、それでは、気を取り直して吉宗3で頑張ります。ビッグ引きます。でも吉宗結構、まあ今、ね、ちょこちょこみんな打ったりとかしてますけど、昔の吉宗を知らないんで、私ゲーセンで1回打ったことあるぐらいだけなんですよね。なんでその余計打ってる時に喋ることがマジでないっていう悲しい。ケーキがね、この占領ポイントからとゲーム数しかないんで、まあだいぶ通常時はのらりくらりという感じですな。そっか、そういえばもう凱旋ないですもんね。あ、凱旋さよなら実戦行きました。あのでもなくなる1ヶ月前ぐらいですけど、あの早くお別れしたいなと思って、そうちゃんとでもゴッと引いてさよならを言えまして、ちゃんとお別れできた。いやーちょっと微妙だな。でよ、こっから300ゲームだとして、天井だとしていっちゃいますよね多分。1000ポイント500台で当たってくれたらちょうどいいかもしれないけど、あと50ゲームで500ゲームです。500ゲーム台、微妙に占領ポイントがたまらない。お、はい、閉まります。お、どこへ行きよった。どこ、立ち上がれ。あ、今ジェンコペースどこへ、立ち上がれ。取ってますよ。あー逃げられた。お、870か、ちょっと微妙。このままリプレイとかをあんまり引かずに天井までいけるのか、ちょっとさすがに厳しいかな。552ゲームです。そうですね、760、今770ジャスト。お、さあ当たるやつです。あれ何持ってるの。あ、はい、天井です。794ゲームです。ギリ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 追加投手はしなくて済んだんですけど、これマジでレギュラーだったら泣くっていうか無理。うーん、お願いします。
行くぞビッグ。あーいやーふぅお願いします。うやっレギュラーだなー。まあでも引き戻すかね、もしかしたら昇格できるかもしれない。終わりです。高確率へ山じゃ当たってくんないかな。あービッグがやりたいです。あと1回だけ当てていいですか。まあおそらく今回もモード A っぽいんで今300ゲームが入りました。成長が来ると思います。なん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 、ああ高確率ってこと。なんかあ、赤やった、確定でございます。早かったな。お、すごいギラギラしと最初から怒ってます。さあ、349ゲームですね。おお、ゲーム数で当たりました。よし、総投資が1万9000円になってしまいましたので、今度こそビッグで取り返します。720だもんね。まあでも多ければ良いほど良さそうな気はするんで、頼むよビッグで。あー青7違う、やだ、リーズしないかな。ほう、戻し、ちょっとこんなバケバケで帰れませんよ。お、あわわわ、そしてチャンス目。おお、外れた。これはでもあるってことだよね。じゃあ B か、 B かも、あります。 B なのかな、だったらいいな。おお、熱いんじゃない。これがレア役じゃなかったら、あ、激アツきた、当たる、意外と早いぞ、嬉しい。あ、高狩り、高狩りは、高狩り見たことなかったんでちょっと嬉しいです。設定差はあるね、まあ、何回か発生したら、まあ、高設定に期待できる感じです。93ゲームです。野球さん、やっとやっと来ました。赤い赤い、しゃよかった、もう一回トライして。総投資があれ2万6000円、繰り返すぞ。はい、よし、やっと
キックしてました。頑張りたい、私は G がいいんです。はい、ではまずは1個目いきます。おおお、いいねいいね。いや、まあ、まあ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 、これがやりたくて G を選んでるんで。はい、500ぐらい抜けたいな。よし、上手に乗せたいです。急にステーキ、ステーキが結構あるぞ、嬉しいぞ。ステーキステーキステーキ、よし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 、ゴー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 、やっと、まあまあまあ、よし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 、またステーキありますからね。ビールはいらないいらない、なあ飲んじゃう。だし巻きです。おい、ステーキ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 、よしよしよし、タコかな、タコ出て、ほんでだし巻きです。だし巻き、あー、だし巻き食べたい。お、やばビール、いや飲むなよ。100度ケーキが、ホールケーキです、ホールケーキが、よしよしよし、これでもう300いってるもんね。いい感じいい感じ、あとはビールを飲まなきゃいけない。だし巻きはね、お、食べれた。ビールが怖いな。ビール、あー飲むの、飲んじゃったの。あー、まあでも悪くない、370枚。うん、まずまずですね。まずでも、まあ現実的に考えてプラスにするには一時連とかさせるしかない気がしていますので、一時で一回もさせたことないし、なかなか引けないっていうのは知ってるんですけど、だいぶ駆け抜けました。よし、2個目。ブレイクか、苦手。よし、とりあえずここはクリアしたい。よし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 、外れた。うわー、200枚です。もしはなしですな。あー、ダメだな、ラストだもん、早い。
こはやだ。あー変わってくんないかな。はい、あーもう頑張って300まで行くしかねえ。なんで楽あーでも本当に711枚とかそのぐらいになりそうです。マジで平均、いやでも平均で終わらせてはいけない。はあ、終わっちゃった。あーデフォだな。こいない。710枚、本当に平均やめます。ちっちゃいけど756枚。お疲れ様でした。実践終了ということで、本日は大盤縛りの、無茶ぶりを、こなしてきたわけですけれども、654と、末尾、座ってきて3機種打ちました。リゼロ、天下フブフォー、ユシムネスリーと。で、結果が、投資、総投資がなんと26,000円、回収が756枚ということでマイナス440枚です。お疲れ様です。いや全然拍手じゃないですよ、はい。まあ、何があって一番自分で打ちたいって言って頑張ってね、出したサイコロの吉宗が一番怪我をしたっていう、はい、もう何やってんのかな。まさか化け2回ねバーンってくると思わなくて、まあ、でも最後に1個引けてよかったです。高狩りも見れたし、でまあマイナスはマイナスなんですけど前回までの貯金が結構あるので大丈夫かなと。まだ、総収支はプラスを保っていると思いますので、まだちょっとまだ傷が浅くて、ほっとしております。まあでも末尾縛りは全然なんだろう、ちょっと今までのやつよりは優しかったかな、うんと思います。はいはい、何やったっけ。あゾロ目ゲーム数でみたいな、なかったでしたっけ、当てろみたいな、いや無茶やろと思いました。覚えてないってことは意外とそんなに答えてないのかもしれないですね。とか言うとマジであんまりきついの本当にやめてください。きついの来ちゃいそうなんで このぐらいにしておきます。はい、複合、え、ダブルってことですか。いや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 、違う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 、そういうんじゃないんですよ。で割とね今日のも大変ですよ、プラスにしなきゃいけない、まあ、できなかったんですけどね、はい、まあなんですが、まあ、また次回も、え、複合あるのかな、ちょっと怖いんですけど。お手柔らかにお願いします。で、もし、なんかこういうのどうかなっていうなんか案がありましたら、ぜひコメント欄に書いていただけると幸いでございます。ということで、今回はちょっぴりマイナスになっちゃいましたが、まあ、吉宗ね、もう少し鍛えて、出直していきたいと思います。ということで本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。